った？私、本当に勝ったの？バカ、ありえない。これまで俺に10連敗してる相手に、なんでこんな肝心なところで負けるんだ。本当だった。レディ翡翠は本物だった。捨てる神あれば拾う神あり。ついにスーパーギャンブラーステイシーの時代が来るのね。やった、当たったぞ。ドロシー、君にプレゼントがあるんだ。これ。わあ、素敵なネックレス。猫名刺？すごく綺麗。私が猫名刺のネックレスが好きだってどうしてわかったの？しかも紫色で、まるでパパが若い頃にママに送ったネックレスみたい。他の人に話したことなんてないのに、どうしてデルは知ってるの？あの、その、僕と付き合ってくれないかな？うん、いいよ。え？本当に？前に告白を断ったのは、デルは私の好きなものなんて知らないと思ったからなの。でも、このプレゼントで分かった。あなたはずっと私を見ていて、一生懸命理解しようとしてくれてたんだね。だから、うん、付き合ってあげる。よかった。本当に願いが叶った。行こう、ドロシー。外に出て、一緒に12の時の景色を見よう。うん、行こう。ねえ、見た？表にいるあの灰色の髪の人。変なものは見なくていいから、ほら、お酒飲んで。あの人、なんか情緒不安定そうだね。あれは開拓者。間違いではありません。奴を捕まえました。奴はピノコニーの太陽の時に隠れていました。身分を偽り、折り紙大学の教授になっていたのです。ファミリーとも話をつけました。身柄の引き渡しに関する手続きについてはそちらにお任せします。どうやって捕まえたかですか？高貴な方の助けを借りたのですよ。詳しくは聞かないでください。22年も奴を追いかけ、
銀河の隅々まで走り回りました。まさか最後にここでこんな形で。とりあえず切りますね、相棒。自分に乾杯しなければ。あの人たちの願いは確かに叶ってる。でも一体どうやって。まだよくわからない。担保って何を意味してるの。戻って聞いてみよう。戻ってきたのね、サミエルさん。うん、あなたが言ってた人たちを見つけたよ。ポーンショップ翡翠を訪れた後、あの人たちの願いは確かに叶ってた。でもあなたが私に何を見せたいのかいまいちわからないの。あの人たちはみんなすごく満足そうだったけど。焦らないで。これはただポーンショップ翡翠が本物であると信じてもらうためのものだから。次は彼らが支払った代償について教えてあげる。デルは裕福な家の子息でずっとドロシーに片思いしていたんだけど、なかなかうまくいかなかった。だから彼女の心を射止めるために私と取引したの。自分の全財産を担保に入れる代わりに、ドロシーを感動させる贈り物を手に入れるというね。カンパニーの情報網と人脈を使えば簡単なことだったわ。でもデルはすぐに部屋代を払えなくなって無境から追い出されることになる。その後の貧しい生活をどう乗り越えるかは彼の努力次第よ。あのネックレスが二人の愛をつなぎ止めることを祈るばかりね。ギャンブルが好きなステイシーは絶大な幸運を手に入れたいと願っていた。でも彼女には担保に入れられる財産が何もなかったから、私は別のものを受け取ったの。彼女の親密な関係、そのすべてを。ポーンショップ翡翠を出た瞬間から宇宙中のカジノはステイシーという名前を覚え、両親や兄弟は彼女との関係を断ち切った。彼女はもう本当の友人を作ることはできないでしょうね。幸運によって無限の富を手に入れることはできても、それを大切な人に使うことはもう二度とできないのよ。ウォーカー刑事は20年もの間ずっと悪名高い犯罪者を捕まえようとしていたけれど、なかなか相手の行方をつかむことができずにいた。そうして絶望に暮れていた時、彼は私を見つけたの。彼が担保に入れたのは自分のストレージシステムよ。もうすぐ彼の刑事としての記憶は消去され、自分が誰であったのかもどんな犠牲を払ってきたのかも完全に忘れることになるわ。面白い現象でしょ。私は彼らの願望を叶え恩恵を与える。その恩恵はさらに大きな願望を伴ってすぐに私のもとに戻ってくる。人は他人の願望が叶うところを見たとき、自分も同等の願望を持つようになる。本当にキリがないほどの願望をね。でもいつか私は
その渦の中から自分の望むものを救い上げてみせる。私が一番得意なのは待つことなの。さあ、これで自分がどんな代償を支払うべきか分かった？サミュエルさん。それともこう呼んだ方がいいかしら。グラモスの鉄器の生き残り。AR26710。全然驚かないんだね。あら、思ったより落ち着いてるわね。ロストエントロピー症候群なんて本当に災難。そうでしょ。グラモス人は共和国最強の武器が他人の手に渡らないようにするために戦士たちの遺伝子を編集してそうした保険をかけた。その代価は敵たちは人とみなされていなかったから当然代価なんてものも存在しないわよね。でもあなたは違う。今は性格ハンターであり、ホタルであり、生きている生命体だもの。生きたいと思うのも当然でしょうけど、かつての早急戦線は滅び、この秘密を知り治療できる人ももういない。カンパニーならどうにかできるって言いたいの？希望がないわけじゃない。これ以上は言えないわ。なるほどね。だから私には10日の担保が出せないって言ったんだ。私自身の全てに意味がないから。あなたが求めているのは私が生きていくために仲間を鎖につなぐこと。残念だけどそういうわけでもないの。仲間、いい言い方ね。この言葉で性格ハンターにもっと興味が湧いたわ。あなたたちはそれぞれ特別な立場があってその関係性も興味深い。とても密接で健康でありながら個々の独立性を保っている。銃の赤心がダイヤモンドに従うようにあなたたちにもリーダーがいるんでしょ。それは一体どんな人物なのかしら。そして他の性格ハンターたちも終焉の運命を歩みながら運命とは逆の方向に進もうと躍起になっているのかしら。とても興味があるわ。機会があればあなたたち全員に私の質屋に来てもらいたいわ。その日が来るまで辛抱強く待っているから。それはダイヤモンドがカンパニーに内緒で性格ハンターに出した招待状だと思っていいの？いいえ、できればカンパニーを代表するものでも戦略投資部を代表するものでもなく私個人からのお誘いだと考えてちょうだい。性格ハンターとカンパニーにはいろいろ接点があるけど銃の赤心と関わったことはない。あなたの提案は伝える。でもその前に質問させて。私の正体を知ってるなら仲間がこの部屋を監視してる可能性があることも分かってるよね。彼女がその気になればほんの数秒でこの会話をピアポイント全体に公開できる。なのにどうして捨て駒になるリスクを背負ってまでダイヤモンドのためにそんなことをしようとするの？それはね、結局のところ私たちは同類だからよ。でも性格ハンターや請求列車とは違って私たちが集まっているのはそれぞれ必要なものを手に入れるため。
銃の石神は10人とも異なる羊を持ち、それぞれに帰するところがある。その道のりの途中でダイヤモンドに誘われ、彼と一緒に歩むことを決めたのよ。その道のりは短いかもしれないし、長いかもしれない。私たちの心には穴が開いているから、それを埋めるために外部のものに頼り続けるしかないの。そしてダイヤモンドは約束してくれた。孫悟の指令の体験を10人に分け与え、その穴を奇跡で埋めてくれると、肉体は弱くとも我が心は輝く石のように固い、さもなくば孫悟の道は成り立たない。これで分かったかしら。これはただの誓いではなく、私たち10人が担保に入れたもの。その代わりに私たちはチャンス、財産、生存、未来を手に入れたの。それによって石神はより揺るぎないものとなった。そしていずれ訪れるであろう神々の戦いにおいて、孫悟の偉業を成し遂げるのよ。わかった。行きなさい、お嬢さん。すぐに答えを出す必要はないわ。さっきも言ったように、私が一番得意なのは待つことだから。もし運命が本当にそのページを開いたら、また会うことになるだろうね。でも残念ながらこの質屋は私の願いを叶えられない。私がピノコニーで最後にやろうとしていることも希望という形で終わることになる。レディ翡翠、担保として約束していたものを引き渡しに来ました。